ちょっとね、指がね、今動かないんですよ。猫に噛まれちゃって。君がいたこの街に今もまだ大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて、あの頃は何もなくてそれだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら僕たちは幸せを見つめてたよ。懐かしいこの店の隅っこに置いてある寄せ書きの味の方を君と書いたスマーク。みんな集まって泣いて歌ってたね。あの頃は何もなくてそれだって楽しくやったよ。メロいつの間に大切なものなくした。それだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら遠い空流されても君のこと忘れないよ。いつだって楽しくやったよ。メロディー泣かないで、あの歌は心から聞こえてるよ。違いました。はい、ベルです。はい、もうね、練習しないでやるとこんなもんですよ。やっても変わんないかもしれないですけど。じゃあ、僕はね、今日彼女のオープニングアクトということで今1曲やりましたけども、はい、これからちょっと、ね、伴奏にね、弟子したいと思います。お願いします。よろしくお願いします。ともちんです。はい、ともちんです。それではですね、まず昭和の歌ということで、まあ、悲しい歌縛りということで悲しい歌を
ばっかり選んできました。で最初武田の子守唄という歌を歌わせていただきます。昭和46年赤い鳥が歌って、割とヒットした曲ですね。で B 面が翼をくださいだったそうです。はい、京都の、非差別部落に伝承された子守唄なんだけど、子守唄というよりも守子歌ね、あの子守をあのしないと生きていけなかった子どもたち の, あの悲しい、まあ、伝承歌です。あの聞いてください。まだ降っています。寒いですね。ということで春だ。ということじゃないか。1983年柏原芳恵ちゃんが歌った春なの。聞いてください。卒業だけが理由でしょうか。会えない。夢と右手を出して寂しくなるよ。それだけですか。向こうで友達呼んでますね。流れる季節たちを微笑み春なのに
リバーブ切ってます。今あ何もかけてない。ミドルはちょっと。あ、ミドルっていうかあれがないです。イコライザーがないです。これ今リバーブも、コーラスもかけてない。じゃあこっちかけた方がいいですか。はい、はい、あ、じゃあ そっちで入れてください。はい、出します。ちょっと音量大きくなりますね。すごいなことがあるんですね。ジャリジャリしてじゃあ次、テレサテンの償いを聞いてください。
れないでした。テレサ店って実は聞いたことなかったんですよ。本当に有名なんですけどね。初めてね演歌を弾いてください。今まで弾いてる曲全部知らない曲だ。全然知らない、聞いたこともない曲なんですけど、まあ、彼女とまあ出会って知ることができて世界が広がったかなと。ありがとう。おかげさまでいろんな演歌とかね昔のこと、はい、毎回新しいこう境地に入るわけです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあそういうわけで、次はですね、60年代、フォークソングブーム、60年代のね、反戦歌が、まあ、とても主流を占めていたフォークソングブームの頃に、2020年4月に、違う、その反戦歌なんですよね、教訓1という歌を歌わせていただきます。で、すごい古い歌なんですけれど、あのフォークソングの、ね、代表格というその曲なんですけれど、まあ、2020年の4月にコロナ禍で外出ができなくってステイホームでねみんなとても窮屈な思いをしている時にアンちゃんがYouTube でこの教訓1をギターの弾き語りで、ね、やってくれたおかげで全然知らなかった若い人たちがこの教訓1という歌を知っていい歌だねってことでまた、流行った歌ですね、はい、教訓1を聴いてください。命は一つ人生は一回だから命を捨てないようにね慌てるとついふらふらとお国のためなのと言われるとね青くなって死にごみなさい逃げなさい隠れなさいお国は俺たち死んだとてずっと残りますよね失礼しましたで終わるだけ命のスペアはありませんよ青くなって尻を見なさい逃げなさい男になれと言われた時には震えましょうよねそうよ私は女で結構女の腐ったので構いませんよ青くなって
くんいちでした。ありがとうございました。僕もね、見たことはない、あの最近猫を飼いましてね、あの僕が子猫を飼ったんですよ。あの彼女が老齢の猫、10歳ぐらい、9歳10歳になる猫を飼いましてね。で、あの全然構ってくれないんで、あのおもちゃで遊んでも、で子猫が欲しいって言って僕は飼ったんですけど、もうめちゃくちゃ可愛いんですけどね、すぐかもう、もう体中傷だらけ、十何センチの傷とかね、背中ももう 手もこれ傷だらけですよ。もうだからもう指を刺されて、はガーッとかかる、半分ぐらい刺さって指痛いんですよ、めっちゃ。だからね、指がね、なんか左手がちょっとコードが微妙になっちゃったんですけど、まあそれがなくてもね、下手なんで大丈夫です大丈夫じゃない、はい、まああんま変わんないんで、はい。じゃあ、その猫のね、お返しじゃなかった、猫の恩返しというあのね、映画がありまして、昭和じゃないんですね、すみません、はい、あの平成になってからの歌ですが、一曲だけちょっと混ざってました、ジブリの、猫の恩返しという映画の、ね、主題歌です、はい、風になるです。お願いします。ちょっとおかしいな、星空を眺めている一人きりの夜明けも、たった一つの心、悲しみに暮れないで、君のために来なんて春風に変えてやる。日の渡る坂道を自転車で駆け上る、君となくした思い、ラララララ口ずさむ唇を染めてゆく、君と見つけた幸せ花のように、忘れていた窓開けて走り出せ恋の歌、青空に隠している手をかざしてもいい、
ございました。はい、時間どうですかね。もういっぱいですかね。 ありがとうございました。え、まだ2分、まだ2分ネタですね。じゃあこれソロでなく歌って、ソロじゃなくてこれでいい、これにしよう、これ。じゃあ皆さんご存知の夢の途中です。あのピアノもし入れたら誰か入ってほしいなと思って、あのカポさんの言い前なんですけど、ですか、ね、カポ誰かピアノちょっと水飲んでいいですか。ちょっと水飲んでる間にピアノセッティングしていただいて、はい、あのもうね突然お願いしちゃって本当申し訳ないです。これはあれですね、あの薬師丸ひろ子が角川映画ね、当時昭和にねあの流行った角川映画のセーラー服と機関銃の映画で の, あの歌ですね。岸高尾の夢の途中の方ですかね。
ました。ゆうやんのともちです。ありがとうございました。